青森中央短期大学はこちらをご覧ください。ここでは短期大学の特徴について紹介されています。食物栄養学科、幼児保育学科がある青森中央短期大学は、通常授業以外の課外活動で学びをさらに深めています。その取り組みは多岐にわたり、ボランティア活動や食育プロジェクト、郷土文化に触れられるイベントへの参加など、さまざまな実践的活動を通して資格課程を履修する学生を後押ししています。学内の充実した設備環境も魅力の一つ。食物栄養学科の調理室は、座学で得た知識と技術を実践できるようにさまざまな器具を管理。少人数グループによる実習で、普通の調理はもちろん、乳幼児期から高齢期の食事への知識も含め、栄養士に必要なスキルをしっかり養うことができるんです。幼児保育学科も負けてはいません。37台ものピアノを揃えたグループレッスン室や、キャンパス内には付属幼稚園が併設されているので、さまざまな経験を積むには最適。その他、創造性を養うスタジオなど、理想の保育者を目指すための環境が整っています。苦手な科目をサポートしてくれる学習支援センターや、就活の相談に乗ってくれるキャリア支援センターといったきめ細かいサポートも万全。こうした短大の心強いバックアップが、きっとあなたの夢を叶えてくれるはずです。